はい、どうもこんにちは、七湯です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2013年度の東京工業大学の入試問題です。第1問の括弧1ですね。はい、それでやっていきたいと思います。2次方程式 x の2乗マイナス 3x たす5の2つの解 α β に対して、アルファの n 乗たすベータの n 乗マイナス3の n 乗は全ての整数 n に対して5の倍数になることを示せというわけです。まあ、見た目的に典型問題ですし、まあ、これは取らなきゃいけない問題なんですけれども、まあ、1箇所落とし穴があるといえばありますね。はい。まあ、これ機能法で証明をすることになるってみんな思うと思うし、まあ、それでいいと思うんですけれども、解と係数の関係を出して α+β=3、 αβ が5って出てきますね。で、これ用いて機能法で証明をします。 n イコール1の時、この時は α+β−3の1乗ですよね。で、 α+β は3ですから 3−3 で0になって、これは5の倍数。ですね。で、 n イコール k の時を仮定して、つまり α の k 乗たす β の k 乗マイナス3の k 乗、これは、5の倍数になるっつってるので、まあ 5L というふうに、L という整数、これ負になる可能性もあるので、整数で取っておきましょうと仮定すると、α の k たす1乗とベータの k たす1乗、それぞれ k たす1乗にしたものを考えます。マイナス3の k たす1乗ですね。で、最初の α の k たす1乗とベータの k たす1乗は当然 α の k 乗とベータの k 乗に α たすベータをかけたもので作られる。まあ余分なものが出てくるので余分なものを引き算するわけですけれども、出てくるものはα の k 乗と β、 それから α と β の k 乗ですね。これが余分なものですよね。で、3の k たす1乗っていうのを後で付け加えると。で、α たす β は3なので3がここに入りますよね。ここに3が入って、で、ここは因数分解すれば、α たす β でくくれて、アルファベータでくくれたアルファの k-1 乗とベータの k-1 乗になります。で、アルファベータはこれ5だから、あれこれ5の倍数じゃんっていう話になりますよね。なんでかっていうと、ここに3が出てきて、まあ、これ、まあ、改めて書くと3倍のアルファの k 乗足すベータの k 乗を、マイナス3の k 乗となるんですよ。後ろ3の k たす1乗の3を1つ取り出せば3の k 乗になりますよね。で、マイナス αβ にこれ5を代入すれば、ここに解と係数の関係の5を代入すれば、マイナス5倍の α の k-1 乗足す β の k-1 乗ってなって、これ5の倍数じゃん。で、機能法の仮定からこれは 5L って書けてるので、 3×5L マイナス 5×α の k-1 乗を足す β の k-1 乗をで、5でくくればこれで終わりじゃないですか。3L マイナス α の k-1 乗足す β の k-1 乗で5の倍数でやったら、どのぐらいもらえるかわかんないですけど、半分ぐらいはもらえるかもしれないですけど、満点はもらえないと思いますね。どこがまずいかわかりますか？この機能法の問題は、α と β がそもそも、これ解と係数の関係で解いた時には、まあ、整数で出てくるわけですけど、α と β っていうものはこれ、
虚数なんですよね、そもそも。まあ少なくともまあルートが出てきて、まあ、因数分解できて整数値で出てくるわけではないので、この値って整数とは限らないんですよ。まあ整数になるんですけどね、必ず。なんでかっていうと、この対称式は α たす β と αβ の多項式でかけることになるので、結局この2つの多項式でかけることになるんですよ。だから結局は整数にはなるんですけど、自明ではないので、ここは整数なんですかっていう疑問が残ったままになってしまいます。だからこれで証明が完了したって思った人は、減点は免れないかなと思います。つまりここちゃんと整数であるってことを言わなきゃいけないんですね。で、この α の k-1 乗と β の k-1 乗、まあ α の n 乗足す β の n 乗がそもそも常に整数になってくれるっていうことが、もともと問題に入ってるわけですよね。だって5の倍数になるわけですから。いいですか？だから、n イコール k の時にはこの 5l になるってことは、そもそもこれ、この形は整数になるわけですよね。だから当然これも整数になるわけじゃないですか。でも、あえてどうすればいいかっていうと、まあ2段階に、仮定してあげればいいんですよ。だから n イコール k だけじゃなくて、 n イコール k マイナス1も仮定してあげるんですよ。仮定するとだけじゃなくて、これ n イコール k マイナス1も時と k に k マイナス1をアルファの k マイナス1乗足すベータの k マイナス1乗マイナス3倍の k マイナス1乗が 5m っていう形に、2つ、まあ強化機能法ですね、いわゆる2つ仮定してあげるんですよ。そしたらこれ当然機能法の仮定が使えるわけじゃないですか。機能法の仮定が使えて、α の k-1 乗足す β の k-1 乗は 5m プラス3の k-1 乗になって整数になってくれるわけですよ、これは。だからあえてここはその機能法、単独の機能法でいくんじゃなくて、 n イコール k と、まあ k たす1でもいいんですけど、 k-1 を仮定して、それで n イコール k たす1を示すという 方向転換をしないといけないわけです。まあそうすればね、これが整数ってことが言えて、証明が完了します。ただし、これ最初の2個を仮定するので、n イコール1の時だけではダメで、n イコール2の時も、証明をしとかなきゃいけないですね。つまり n イコール2の時、この時は α の2乗足す β の2乗をマイナス、3の2乗ですね。だから α 足す β の2乗をマイナス 2αβ マイナス9ですね。だから3の2乗マイナス、2×5 マイナス9ですからマイナス10になります。で、これは5の倍数。いいですか？まあこうすれば、まあ強化機能法と言われるものですね、まあおととい機能法とか言われますけど、2つ仮定して α と k と k-1 を仮定して、で k たす1の時を示すという形に持っていく、それでまあ証明が完了されるというわけです。で n イコール k たす1の時も成立と。ということがめでたく言えて、まあ、これを1番としましょうか。それから2番として、1により、すべての自然数 n について、
代は示されたと。これで OK だと思いますね。まあね、東工大ですから、そんなに簡単にうまくいっていいのかっていうのをもう一回ちょっと振り返って考えないといけないですね。だからどっかその気づかなくて忘れてるところはないかっていうチェックですね。まあ最初の問題だからなんか優しいっていうイメージがあるかもしれないですけど、確かにこれ難しくはないですけど、ここの部分ね、やっぱり注意してくださいね。これ整数とは限らないっていうところ見落としがちですね、これね。まあでもそれでも半分ぐらい点もらえるかもしれないですけどね。0点にはならないような気がしますけど、でも満点もらえないと思いますんで、この形にした方がいいと思います。はい、というわけで、まあね、最初の問題だからといってね、簡単に済ましていいとは限らない教訓めいた問題ですね。はい、2013年度の東工大の入試問題でした。